岡山市のシティライトスタジアムに来てます。今日はね、仕事終わり、ナイトゲームがね、ファジアーノ岡山試合ありますので、ちょっと行きたいと思います。今日ファジアーノ岡山とロアッソ熊本の試合です。絶対勝たないといけないですよ。絶対に勝ってもらいます。あと試合もすごく楽しみなんですけど、まあ、それ加えてファジビールとファジレモンサワー、あとファジフーズ、これすごい楽しみですね。まあ、今日はナイトゲームなんですけど、まあ、なかなか、まあ、仕事終わりでね、サクッと来れます。桜川ソロモン選手、今日も点決めてもらいたいですね。期待します。やっぱこうナイトゲームだと、このデーゲームと違ってこうやっぱ違う独特の雰囲気ありますね。で、あれですね、ファジフーズ、やっぱファジアーノ岡山の試合といえばこのファジフーズですよ。ファジアーノ岡山の試合といえばこのファジフーズ。いろいろありますけどね。チア牛有名ですからね。ファジフーズの中でもやっぱチア牛、これはやっぱりね、皆さん買っていかれると思います。ちょっとチア牛バーが気になりますね。ちょっとこれゲットしていこうと思います。お、で、ここありましたね、ファジバー。ここでファジビールとファジレモンサワー買えますんで、行きましょう。サワーで、レモンサワー、ファジビールです。はい、いただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。助けました。よし、もうスタジアム入りました。もう結構試合開始まであんまり時間ないんでね、行きましょう。来ました、スタジアム。いいっすね、いいっすね。スタジアム入ってきました。ファジビール、とりあえずこれで乾杯しようと思います。いただきます。スタジアムで飲む、このシティライトスタジアムで飲むファジビール、これがね、最高ですよ。で、このファジレモンサワー、これが爽やかでね、美味しいですからね。応援してやるぞっていうね、気になってきましたね。いや、今日はね、2023年シーズンの第9節、ロアッソ熊本と出ますけど、今現在ファジアーノ岡山は、9。これは絶対ちょっとパッと行きたいんですけど、なぜなら、この4試合、岡山勝ってないですね。引き分けが多くてね。ちょっと一発このナイトゲームで勝って、これでどんどんちょっと順位上げていってもらいたいですね。いや、本当ね、最初坂本選手とか桜川選手とか入ってて、これすごい勢い良くて、これはもう最初から行くんじゃねえかと思ってたんですけど、今ちょっとね、少し落ち着いてるというか、去年はまあ順位としては3位で終わって、J1 行けなかったですからね。プレーオフも途中で負けちゃったんで、今年こそは、まあ、すっきりもうプレーオフじゃなくて、1回、まあ、1位、2位、まあ、当然まあ J2 優勝、そして J1 に行ってもらいたいですね。とりあえず桜川選手はスタメンじゃなかったですね。まあでも、途中出場、あると思うんで、ちょっとそこら辺注目していきたいと思います。ファジフーズもいっぱい買ってきましたから、ちょっとこれが食べたいと思います。この海鮮焼きそば食べてみたいです。いただきます。おー、いいですね。エビとか海鮮がいっぱい入ってます。いただきます。2020から2021年、ファジフーズ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 、ファジ
あ、黒胡椒が効いてていいですね。じゃあこれすごい気になってたんで、チア牛バーガーで、こうしっかりチア牛入ってそうですね。いただきます。うまい。キムチチャーハン、ね、あー、うまそうですね。いい香りがします。あ、うまい。あ、濃い、味付けは濃いですね。あ、うまい。レモンサワー合う。じゃあこのソーセージ、こんなん絶対ビールありますからね。いただきます。ハーブがちょっと効いてて、これレモンサワーでも美味しいです。うまい。試合始まりそうですね。ちょっとしっかり応援して必ず勝ってもらいたいと思います。あ、こちらさん。え、お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 、桜が開けました。点取ってくれるでしょ。チアワーベスが。うわあ。ということで今日はバシアの岡山対ロアス熊本のナイトゲーム、スコアレスドローということでね、まあ後半コーナーキックとかチャンスもあったんですけど、なかなかゴールに結びつかなかったので残念だったんですが、まあとにかくね、パジビールとパジレモン、そしてパジフーズが最高に美味しかったということは改めて分かりました。まあ、今シーズン、まあ、ちょっとこのパジフーズ食べてパジビール飲んでもう少し応援していきたいと思います。ぜひ J1 に行ってもらいたいと思いますね。ありがとうございました。頑張れパジアの岡山。